そこをやはりできないから合わないからやめるっていう考え方がちょっと違うかなと思うんですよ。自分の子に合う塾っていうのが本当に最善の塾かっていうのは僕はちょっと違うと思うんですよね。なんでかっていうのは、自分に合う塾っていうのは結局今の自分のキープするような状態になるんじゃないかっていうのがあります。特に個別っていうのはそういった傾向の塾だから。だったら自分よりも上に引き伸ばしてくれる塾、例えば個別が向いてるとしても集団に入れるとか、あとは個別の中でも厳しめの塾に入れるとか、だからそういった形にとっていかないと、結局人間誰しも自分の今の状態をキープしたいと思うんですよ。楽だから。今までこういったことをやってたのに突然なんか経営者変わって違ったやり方でやるぞって言われて、わかりました、おーっていうやり方でないでしょ。いや何言ってんだよ、10年間これでやってきたんだからこれでいいんだよみたいな、そういった感じにならないですか。だから変える変わるっていうのはすごくエネルギーが必要だし、あとはそれに対していい方向に向かってってほしい、その子がこういった子になってってほしいっていうのはやはり絶対置いといた方がいいんですよ。だけど今こういったものをしときたいっていうんであればそれをしてもいいと思うんですけど、ただそれはいつまでそれをするんですか、それをずっとやっていくんですか。昔も言ったんですけども、可愛い塾の元先生が僕らの塾来てて、保護者の方ともに子供が中学校の時はやっぱり成績まあ良くはなかったけど、まあまあほどほどやっぱ取れてたんです。だけど高校に行ったら保護者の方が教えれなくなって、多分中学生専門だったんだと思うんですけど、それをやって結局その子がこう成績が下がってったっていう。中学の時はそこまで下がらなかったんですけど、上がってったんですけど、だけどそういったもんなんかなって僕は思うんですね。塾の先生であっても結局ずっと管理をすることが子供に対してできるわけでもなく、反抗期もあるし自我も出て始めるだろうし、嫌なことは嫌って言うだろうし、だけど苦しいこと、悲しいこと、つまらないことに耐えるっていうことも大事な教育だと思うし、もちろん楽しいことをやり続けるっていうことも教育だと思います。なんでそれをどう取りたいのかっていうのは僕は別に何でもいいと思うんですよね。ただそれを知ってそういった教育を選んでるのかどうかっていうのは大事なことかなと思いますね。